民兵団の紋章更新する民兵団員民兵団の反響主義ポスターフランス民兵団あるいは民兵団は第二次世界大戦中フランスビシー政権下で活動した親ナチスの民兵組織1943年1月30日に結成アクションフランセイズをはじめとした右翼構成員や労働者階級を中心とする対独協力者から構成された名目上は 首相ピエール・ラバルの管轄下に置かれていたが、実際には、アクション・フランセーズ出身の右翼活動家、ジョゼフ・ダルナンの指揮下にあり、公式の治安組織とは、独立した法的に拉致外に置かれた組織だった。主な任務は、レジスタンス総統をはじめとした国内での治安維持、活動やユダヤ人の強制収容である。bc 政権でプロパガンダを担当し、 民兵団のメンバーでもあったフィリップ・アンリョが1944年6月にレジスタンスによって暗殺された際には報復としてジョルジュ・マンデルなどのレジスタンス指導者を殺害。それ以外にも虐殺などの弾薬行為に手を染め、ビシー政権の主張だったフィリップ・ペタンがダルナに自制を求めたくらいである。連合軍のノルマンディ上陸作戦以降、パリの解放を契機に、 フランスの解放が進むと、一部がドイツに逃れたものの、多くは、レジスタンスや一般国民の報復の対象となり、ジョセフ・ダルナンダ正規の裁判で裁かれたのみならず、少なからず構成員が臨地を受けた。今日でもマリースイコールミリスという言葉は、往々にして、警部の意味で用いられ、また1994年には、リヨンで民兵団の指揮官だったポール・トゥビエが、 戦時中の虐殺行為によって有罪判決を受けているなど、現在でも彼らへの追求は続いている。ありがとうございます。